派は、中華民国の軍人。天軍の軍人で、後に、国民軍でも高級指揮官を務めた人物である。字は、功績。日本に留学し、東京新武学校を経て、陸軍士官学校を第6期で学んだ。この時、中国同盟会に加入している。帰国後は、安記工武道総弁、川軍協連ところパン弁、川軍第64表表等を歴任した。 中華民国成立後、派は、県軍第一市市長県境第四団団長となった。1915年12月、五国戦争が勃発すると、五国軍第五軍曹司令に任ぜられている。1917年の長軍伏壁後に、中越天軍第五軍曹司令となった。後に、雲南に戻り、雲南派指導者、東大津議行から、 靖国軍第8軍軍長に任せられ、四川省方面へ出撃している。1921年1月、雲南へ引き返してきた派は、党を次行への不満からクーデターを起こす。しかし、党の側もこの動きは察知しており、派は敗北して、孫文を頼り関東へ逃亡した。なお偶然にも、派の同僚で、靖国軍第1軍軍長の古品賃が、 この後期にやはりクーデターを起こし、党を次に、行を一時運から追放している。関東では孫文から商工団、団長検査浴葬式に任ぜられている。1923年2月3日、派は中国国民党本部軍事委員会委員となった。1925年、表玉所を率いる国民軍に加入し、国民軍第三軍副軍長権。 第二子市長に任ぜられている。1927年、小解析の昇兵に応じて、派は、国民革命軍総司令顧問官検定側検算、昇老軍士に任命された。1931年2月、国民政府により監察院監察委員に任ぜられている。1937年に引退、帰郷し、寺院で善を学んだ。1939年6月、死去。 去年60、ありがとうございます。